なんだろう、いいですか、まあいいですこう僕自身まだ実はアルペンスキーっていう種目やってて、まあ、そんな練習できてないんで、年3回練習して大会2つ出るみたいなわけわかんない状態なんですけど、こう1日の練習でやっぱり夏場しっかりトレーニングしたり体のことを勉強して、それで3日間練習するだけで、その高校時代の3日間とは比べ物にならないぐらい上達するんですよ。なんでこれ高校生とか中学生とかにちゃんと伝えられて、でその子供たちがちゃんと考えることができれば、こう絶対こうスキーってやっぱりなんだろう、日本だとマイナースポーツなんで、そこら辺伸びていくんじゃないのかなと思ってるんですよ。なんでやっぱ自分の体で実験するっていうのがめちゃくちゃ楽しいんで、体のこと勉強してるみたいな感じですね。ロスタイムトーク。